ます。で、この、駒沢大学サッカー同好会、今回彼らは駒沢大学代表としてサークル日本一を決める大会大化カップに臨む。全部勝つ気でいきましょう。彼らはこの大会を最後にチームを引退する3年生を中心に2年ぶり2度目の優勝を目指す。全体的にうまいらしい、やっぱりみんな。1年生は分かんないと思うけど、菅平の時4-1で負けてんだ俺ら、差し入れに。で、まあそれよりは全然俺ら強くなってるから、まあ、その時も全然やられたわけじゃないから。彼はこのサークルの代表の遠藤翔也くん。タイガー、彼は選手でありながら戦略や先発メンバー決定など監督業も一定になっている。野佐と俺、はい、右が亮、はい、左がサトシ、はい、フォワードが雄太郎とテル、はい、そしてこの11人で、はい、まあ無敗記録を34に伸ばしますか。今32なの？33なの？いや、推定ね。いや、最近負けないよね、全然。ミニゲームも含まって。彼が代表に就任した当初、チームは負け続けていた。PK でしか負けてないよ、俺。しかし、ある話を言うきっかけに、チームは変わった。その話し合いではどんなことが話し合われたんですか。まあその話し合いでは、まあ自分が、まあ、独断なんじゃないかっていうのを言われてるっていうのを聞いて、メンバー決める時、うん、メンバー決める時とかを聞いて、で学内戦に関してはその出席率を目安に A チームにするのか、実力を目安に A チームにするのかっていうのも定かではない中で、まあ、メンバーを自分が選んで、その選び方っていうのを、まあ、3年には自分は相談してたんだけど、まあ、3年生は分かっててくれたんだけど、多分、まあ、下の1年生2年生が分かってくれてない中で、まあ、話し合ってない中で、まあ決めちゃってたから、もっと話し合ってほしかったですみたいのを言われて、あ、そこじゃあ話し合おうみたいな風になったのが、うん、でそこからもうよくなっ、もうずっと話し合うようにして、もう 1,2,3 年関係なく、まあ、サッカーの話とか、もうメンバーもそうだし、まあ、飲み会などいろいろ行事全部含めていろいろ自分も相談するようになって、まあ、多分自分が代表だから一人で抱え込んでたっていうのもあると思うから、うん、まあそこを一回オープンにして、まあ、みんなに代表副代表だけじゃなくてもうチーム全体として考えるようになって、うん、まあ、そこからみんなが同じ方向を向いていけたんじゃないかなとは思いますね。じゃあ今最終的な決断は、うん、まあ、やっぱり代表だけが行ってるわけですけど、それに今はみんなが納得できている、うんうんうん、そこのやっぱ話し合いの場でみんなの意見も言えたし、で翔也もそれを、まあ、目安に基づいて、まあ、判断してくれてるし、だからもう要はもうチーム一丸となってもう翔也についていこうっていう流れになってるから今は。要は両アウトで、両アウトで吉見入るよ。まだテーピングない、まだテーピングない。まあ、メンバー選びに関しては、この大会のメンバーは3年生9人、2年生5人、1年生4人で18人できて、まあ、1年生の4人が上手いっていうのはみんな分かってるから、その上手い1年生に刺激されて、自分たちもうかうか知らないなっていうのは、2年生も3年生にもあると思うから、まあ、1年生が入ってきてくれたのは、いいきっかけだったと思いますね。じゃあメンバー選びに関しては今はチームみんなでいい関係ができてるとは思いますけど、いや実際結果はやっぱ止まってるから、うん、そう、なんだかんだ結果っていうのはあると思う、まあ、ベンチにいても、まあ、負けたら自分が出た方がいいんじゃないかと思うだろうし、でも勝ってるから今のチームがいいんじゃないかとは思う、自分がベンチにいてもそう思うだろうから、うん、さっきも言ったけどその団体競技だし、いやみんなでやっていくもんだし、だからこうその試合に出てなくても、まあ、どこかのために
ていう気持ちがやっぱ大事だと思うんだ。最後にじゃあこのチームのいいところを教えてください、うん、いいところ、うん、いいところはまあ、うん、仲がいいとこだと思う。いやもう本当に仲良すぎだよね。学年関係なく仲いいと思う。だって分かんないけど他のサークルのこと1年生が3年生をいじるっていうのは、うん、なかなかない、うん、なかなかないと思う。なかなかないよ、うん、去年一昨年にもなかった関係が作れてる。いやでも優勝この大会優勝した代なんかは、まあ、ちょくちょくはいじったんじゃない、うん、うちらは1年の時。ああまあそうだね、うん、やっぱってことはいい雰囲気できたから、うん、結果出たんじゃないかなって思う、うん、だからいいチームって仲いいと思うね。うん、あとやっぱもしもそれで負けた場合どんどん負け癖がつくっていうか、うん、なんか良くない方向に来そうだよね、うん、まあ上げたらキリないけどねいいところは、うん、まあ仲良くて私生活が楽しいから、うん、だとそれが逆にみんな遠慮なしにどんどんできるようになったと思うし、うん、まあ、試合に関しては、まあ、みんな上手いからで、まあ、相手が強くなった時にめちゃめちゃ強くなった時に個人では勝てないけどその分チーム力でカバーしてやっていって、まあ、臨機応変さがついたと思う。柔軟性がついたと思うね。もう相手柔軟性じゃないかな。なんだろう、俺は意思統一がすごいはっきりしてきたと思う。ああそうだね、うん、だから逆に、うん、今日の1試合目なんかはちょっとバタついちゃってこれ噛んだ、うん、まあ、バタバタしちゃって、うん、まああとやっぱちょっと甘く見せたっていうのはあると思って、うん、だからこのディフェンスと前の連携がちょっと意思統一ができてなかったんじゃないかなって、うん、そうだね。で逆に2試合目の時は、うん、はっきりしたじゃん最初から、うん、って思う。つまりチームの仲がいい彼らはグループリーグを2勝1分けで勝ち上がり決勝トーナメントへ駒を進めた。決勝トーナメントでは初戦を1対0で勝ち進み準決勝に臨んだ。結果は0対1だった。ベスト4で負けちゃったけど、まあ、167チームのベスト4だったら、まあ、結果だけ見たら、まあ、ありっちゃありかな。決勝行きたかったけど、で、まあ、3年生は最後の合宿でもう合宿でないけど、まあ、入れなかった 1,2 年生とかは、まあ、絶対来年の経験、まあ、今年の経験生かして絶対来年につながるから、来れてない2年生も1年生もいるし、まあ、来年は今来てる 1,2 年生が引っ張ってっていければまあいいと思ってるから、まあ来年は決勝行けるように、で決勝行ったら3年もサイスター応援行くし、それを期待してるんで後輩には。はい、じゃあ開催します。はい、今回の結果は彼らにとって満足いくものではなかった。しかし彼が中心となって作り上げた駒澤大学サッカー同好会は彼が思い描いた通りだったのではないだろうか。